お願いします。お願いします。ヨーヨー、え、チェケチェケ、うん、ライジングオレンジ、はい、来ないか、うん、オレンジヨー。いや、本物の桜井翔じゃねえか。本物じゃねえかよ。本物です。本物じゃん、びっくりした。ニュース大好き。本物じゃねえかよ。ニュース大好きでラップやる人桜井くんじゃん。もちろん。マジかい。いや、じゃねえわ。太郎です。お願いします。お願いします。ないから、違うからね。まあ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 、いや、そんな陽気じゃないわ僕は。そうなの。うん、いや、なんかこんなとこで言うのもあれだけど、うん、ちょ、僕ちょっとブスすぎました。えびっくりじゃないって。びっくりじゃない。そうなの。まだ諦めつかなかったけど、ブスすぎたわ。そう、そうなの、うん、誰なんか。いや、なんかコンビニの朝勤のバイトしてるんだけど。珍しいでしょ。めっちゃ珍しい。何時、6時、9時。珍しい。めっちゃ珍しい。めっちゃ珍しい。下積みしてるのに食えてないから、別に下積みの代金で食えないから。芸人が一番寝てる時間、寝てる時間にやってるんだけど、いや、それはいいんだけど、うん、そう、クレームが来まして。クレームが来て、うんうん、クレームはしゃあない時も結構あるじゃん。まあ、しょうがない。まあ、商品間違えるとかミスはあるよね。あるからかなと思ったら、うん、そう、なんかあの不潔なやつに商品触られたくないみたいな、うん、クレームが来て、もうどうしようもないじゃんそれ。うん、きつすぎ。きつすぎ。マジきつすぎる。実際来たの。もうどうしよう。実際に来たんだよこれ。あ、ちょっと不潔すぎた見た目が。うん、だからちょっとなんか整形とかして、まあ、小綺麗に変えよっかなみたいな、ちょっとマジで思ってるんで。そう、整形とか、うん、こんな人前で言っていいわ。整形別に言っていいよ。今してる人、公表してる人もいっぱいいるんだ。だってあれってさ、うん、指名手配犯がやるやつじゃん。そんなことないよ、ね、そんなことないよ。指名手配犯、主に指名手配犯がやるやつじゃないって。別に ないね。いや、ちゃんとした場所でやるから。俺別に、あ、そう、うん、ちょっとちゃんとした綺麗なトイレ行って、うん、でかいハサミ持って、うん、下唇切るやつ。指名手配犯がやるやつだから。そう、ね、指名手配犯がやるやつ。みんなやってんのみんなやってない、そのやり方。そのまま、うん、西成行く。指名手配犯がやるやつ。やってんだ。指名手配犯の生き延び方だから。そうだよ。違うって、その、ちゃんとしたそのな、病院とか行って、うん、お金お支払いして、そのちゃんと手術してもらうっていう。あ、そんなのがある、うん、ある。めっちゃあるよこれは。うんうん。でもお金とかかかりそう。まあ、もうお金めっちゃかかるな、正直。多分何百万とかするかもしれない。そんなお金ないでしょ。まあ、お金ないから困るな、うん。だったらさ、うん、もっとこう整形とかじゃなくて、はい、この日々の生活から変えれることってあるんじゃない。生活から変えるってこと。そう生活。いや、でも痩せるとかも無理だよ正直。その、あ、痩せるとか、そのしんどいことじゃなくて、うん、あ、もっと簡単に、簡単なの、うん、その浜辺美波さんの顔の写真をプリントアウトした A4 用紙をペットとして買う。いや、浜辺美波さんしか分かんなかったわ。理解できない、その以降が。何が。浜辺美波さんしか入ってこなかった。だからちょっと丁寧にじゃ丁寧に説明すると、うんうん、まず、まあ、おすすめは室内。はい、室内に行きます、うん、で、そこで携帯を取り出して。室内で携帯取り出す。そう、そこでね、うん、検索すんのよこう、うん、浜辺美波、うん、スペース、うん、顔面って。珍しい。珍しい。意外検索されたことないんじゃない、うん、顔面はもうみんな綺麗なの知ってるから。そうすると、うん、いろんな顔面が出てくるの、浜辺美波さんの。そうそう。いや、俺浜辺美波さんの潜在写真まではたどり着けるわ、さすがに。あ、つける。めちゃくちゃパソコンやってたから。あ、そうなの。うん、あいつ中学の時めっちゃパソコンやってたから俺。あ、そう。うん、上げ下げとかも見てたから、うん、老舗のサイト見てたから。そう上げが赤で下げが白、あ、青な、見てたから。その浜辺美波さんの潜在写真もたどり着けるよ俺。なるほどね、うん、それをね、うん、コンビニに行ってその紙をこうプリントアウトするんだよ、うん、プリントアウトするの。そうそう、うん、じゃあ浜辺美波さんのプリントをこう手に入るな、うん、全然わかる、そこまでわかる。これをペットとして飼えばいいじゃん。その部分わかんないんだよ。これやれよ。ペットとして飼うってどういうことそれ。いや、これ勝ったらなんで俺の顔が良くなるかもわかんないんだよ。全部言わなきゃダメ。いや、マジでわかんないからね。だから、うん、あの、飼い主とペットって顔が似てくるって言うじゃん、うん、ああ、まあそれは本当に言うな。言うでしょ。本当に似てくるし、確かに。だからあの方式をいただいて、うん、いただいて、そう、
だんだん大賀志くんの顔が徐々に浜辺美波になってきます、いや俺のブスさ舐めすぎてるだろさすがに。さすがにブスさ舐めすぎてるって。そうすればいいじゃん。どうしようもないから。綺麗な顔じゃん浜辺美波。めちゃくちゃ綺麗な顔だけど、いや慣れないです。ペットとして飼うとかも分かんないその。あ、それはもうもちろん、そのペットとして犬とか猫みたいに扱わなきゃダメ。そんぐらいちゃんとした飼い方するってこと。そうそうそう。だからそのプリントに首輪つけて散歩行く。いや町の人気者じゃねえかよおい。人気者じゃねえ。町の厄介者じゃねえかよ。町の厄介なおじさんじゃねえかよ。そんでやばいって7時ぐらいにさ、まあ、そ学校とかの辺でさ散歩して散歩させて、そ行ってらっしゃいお前らみたいな。いや危ないってそれ。やった方がいいの。危ないギリギリじゃん犯罪で。これを、まあ、その気分のいい日、気分のいい日、天気がいい日とかに、ドッグランに行くの。ドッグラン行っちゃダメでしょ、ちょっと郊外の、そうして、ね、その場にいっぱいいるよ、ドッグが、ドッグいっぱいいる、走り回ってんじゃん。ゲージこうバーンってあげて、ドッグ全員逃がすんだ。なんで逃がすんだよ。なんで逃がすんだ。解放危な。いや逃がすんだ、飼ってる、飼われてるやつ。そうそう、その広場に、この浜辺美波の、このそのまあ、遠出してるから。遠出してるんだ、200枚ぐらい吸ってって。あ、そこいつと決めた1枚じゃなくていいってこと。あ、いっぱい吸っていくんだ。いっぱい吸っていく、それ何にもない、そのドッグランのスペース。確かに、回す、こう、投げるってこと。こう、舞いをさせる。舞いをさせる、回す、投げるってこと。そうそう、すごい大変なことになるじゃん。すごい舞うよな。舞うな。言っていいよ、そしたら。何を。前言っちゃうよ、俺そんな怖いもんないから言っちゃうよ。前前前前、そう、舞うよ、俺の浜辺美波。2匹ぐらい帰ってくるよ、犬。確かに、あ、ドッグランの犬、でも逃げないんじゃない。だって、飼われてることに慣れてるから、犬逃げないんじゃない。俺の浜辺美波逃げ出せよ、風に乗って。俺の浜辺美波は自由だから、すぐ自由を知ってるから、ね、逃げ出せよ風に待ってくよ犬、逃げろ。あ、そう言うよ俺。噛み前、言っちゃう。今からここはドッグランじゃねえ。噛み前だ。噛み前だって言うの。言えばいいじゃん。言うわそれ。言う、何も怖いもんないもん。そしたら絆が深まって、ペットと顔になってくるよっていう。あ、浜辺美波にしてます。時間かけて浜辺美波の顔になるってことですか。そうそうそう。あ、でも浜辺美波の顔になったら、そのイオンのトップバリューのお酒とか飲めなくなっちゃうだろう。